敵な舞台の幕開けね。頑張ります。私は戦う。さあ狩りの時間だ。よし、そうだ、よし、さあ裁きの時間だ。包囲した後にあの娘の魂を狩る。情があるのかもしれない。なら私たちで戦ってやるのが親切というものだ。私は早く元の世界に帰りたい。そのために戦うだけ。うまくいってるわ。あなたは勇者という言葉を知らないのかしら。私はただ人間を倒すだけ。そこに何の感情も浮かびはしない。そう、綺麗なお人形さんみたいな人ね。いざ尋常に勝負せよ。分かったわ。破滅の調べいかがだったかしら。人間どもの茶番に付き合うのは飽きた。早く戻ってお父様を復活させなければ。私も早くユカルのもとへ帰りたい。うまくいってるわ。強いのね。あなたが味方でよかった。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。勇者に任せな。レクイエムを奏でよう。さらに激しく。フィナーレだ。チクショ、勇者も肩なしだ。次はこうはいかねえからな。破滅の調べいかがだったかしら。うまくやったようだな。その調子でさっさと終わらせるぞ。うまくいってるわ。もう玉木は逃れられない。さあ裁きの時間よ。大変です。敵にすっかり包囲されてしまいました。そんな、どうすれば。うまくいってるわ。玉木ちゃん、仲間を呼ぼう。伝令をいっぱい出せば誰かは脱出できるはず。私も一緒に行ってくる。すぐ戻るから待ってて。邪魔をするなら止めないと。わあ、すごいです。
似してみたいな。ここは私が。レクイエムを奏でよう。タマキちゃんは世界のために一人で頑張ってる。フィナーレだ。守ってみせるんだから。タマキちゃん、助けられなくてごめんね。強いんだね。腕は確かだ。うまくいってるわ。無双の妖魔、この世界でならそう名乗っても良さそうだ。一気に切り崩すぞ。敵も必死みたいね。いいわ、一気にクライマックスへ導いてあげる。タマキは心から世界を救おうとしているんだ。家族だろうと邪魔をさせるつもりはない。全身流レクーディング邪魔をしないで。モノカちゃん、な手並みを。破滅の調べ、いかがだったかしら。慰めの手がない。待ちわびたぞ信長さん。気は今ぞ。この雪辱いずれ果たす。よくやった。大義だよ。突っ走る。俺は修造ってんだ。一つ勝負といっ容赦せん。うっせよ。たわけ。かい。うまくいってるわ。このままじゃ玉木が危ねえ。一旦引くふりをして機会を伺うか。あなたの魂を枯らせてもらう。刹那兄様が殺したいほど私を憎んでいるなんて。レクイエムを奏でよう。これで終わり。ディナーレだ。待て、勝手に何をしている。おや、刹那、お前にチケットを渡した覚えはないわ。あなたに代わってこの娘を裁く。それで全てが終わるはずだ。違う、そんなことはさせない。内輪もめが始まったか。よし、タマキ、俺に捕まれ。この隙に逃げるぞ。シュソン様、言ってるわ。あなたはなぜそこまで戦うの。よし、どうして止めたの。あの子を倒して王位を奪うのが望みなのでしょ。もしかして嘘なのかしら。それは、玉木は逃げ切ったようだな。何のつもりだ。邪魔をした理由を聞かせてもらおう。畜生。は？刹那。そのねえ。いいや、
いやね。刹那。いや。そうね。ミレニア。それが役目なら。生きるために私は殺す。そう。ええ、裁きの時は来た。玉木とシキが戦っている。これだけ人がいるぞ。魂を狩るには都合がいい。まずは戦意の低い玉木から片付ける。正論を持つ人間がまみれているかもしれない。とにかく多くの敵を狩るとするか。これでいい。この景色見たことがある。俺が相手になろう。行くぞ。くらえ。ほのか、無様な人間をすぐに落としてあげるわ。これでいい。うまくいったぞ。わあ、すごいです。真似してみたいな。私たちを死なせると言ったのですか。刹那。
奴は全く関係ない。魔人が復活するか、元の世界に帰れるか、それまで人間を借り続けようと決めただけだ。すごい。お願いです、命だけは。あなたに罪はない。でも人間だから。それが別に、これで、いや、強いのね。あなたが味方でよかった。うまくいったぞ。あなたを狩る。だからそこで止まって。追いつかれちゃった。怖いけど戦うしかない。強い。そこで待っているのに、後でゆっくり魂を買ってやろう。あなたがいたから倒した。ただそれだけ。これでいい。よし、こちらの思い通りだ。お前も所詮は人間、魔人の娘に駆られる立場にある。面白い。貴様を倒し、俺の部がお前の言う神より上だと証明してやる。よくやった、大義である。これが時人から教わった無双の力。そこ、ただそれだけ。もう体が動きません。でもこの方たちを放っておくわけには。強いんだね。腕は確かだ。守備は上々か。オタクは無用。ここで倒れていて、動けるものがいなくなったら、ゆっくり魂を狩るから。ダメだ、引くぞ。今の人数じゃとても勝ち目がない。これでいい。エルンを連れてきました。これだけの数がいれば、きっと同じ人間相手に容赦がないな。私はあなたたちとは違う。命じられるままに、ただ人を狩り続けるだけ。ほう、とんでもない英雄が紛れ込んでいたものだな。すみません、倒させてください。ない働きだ。タマキは倒した。あとはあなただけよ。そうか、まあ、私がお前たちを止めねばな。あなたがいたから倒した。ただそれだけ。
ちわびたぞ。あなたに罪はない。ただ私の前に現れたから。玉木、彼女たちは強い。今は協力し合うべきだ。はい、お兄様。あの方たちを放っておけばこの世界は。さあ、魂を捧げなさい。待て！あなた方を放っておくわけにはいかない。このままでは泉が枯れるより先にあなたたちに世界が滅ぼされてしまう。その通りよ。人間を殺す、それが私の役目。この人数ならできるな、玉木。はい。それでこの世界が滅びにまた一歩近づいたとしても、悪しき者に食い散らかされるよりはよっぽどいい。神義よ、我が命を懸けて願う。裁きの時は来た。これで終わり。彼女たちをあるべき場所へ返して。ここはどこ？ここは私の元いた世界、本物のプロシライン城。私のいるべき場所はここじゃない。そう、私は日常に戻るだけ。お父様、魔人を蘇らせるために人間を殺す、運命に呼び寄せられた哀れな人間ども。私は殺すことしか知らない。なら早速始めましょう。裁きの時はもう訪れているわ。あとはもう落ちるだけよ。